川崎フロンターレはガンバ大阪に約4年ぶりに敗れた。2点を追う後半15分に DF 車屋が2度目の警告で退場となり、交代枠を使い切っていた。終了間際には左膝を痛めた DF 田辺がプレー不可能に。MF チャナティップは、内容はあまり悪くなかったが、後半はアクシデントもあり、流れが変わってしまった。鬼木監督は、一瞬の隙のところでやられている。もう一度改善したい、と再出発を誓った。